疲れ様です。今日はですね、みんな大嫌いこちらエリポンクロスやっていきます。というわけで、新しいねエリポンクロスがなんか生まれたっぽいのでやっていこうかなと思います。アチャ型です。はい、まあ、今まで、まあ、エリポンクロスってか、まあクロスにアーチャーはねよくある話なんですけど、エリポンクロスだと結構ねマスケとか、まああとアチャ食いかな、はい、主にアチャ食いが多かったと思います。アチャ食い、たまにミニペッカとかもあるかな、まあいろいろあると思うんですけど、ちょっとマイティアーチャーのね、まあ強いアーチャーいっぱい出しとけええやろっていう、はい、単純思考ですよ。もうやっていきます。エリポンを置いていきます。はいガチでほんとね、お相手もおっとって言ってる。ガチでクロス嫌いなんですけど、もうそんなけどエリポンクロスはね本当に気分が悪くなってしまうぐらい嫌いですが、初手なんとクエイクを引いてしまった。これは大丈夫なのか。まあ一旦攻めよう、攻めてまたエリポン置いて考えよう。様子見てね。まあこの辺はね潜るよね。さあで相手がクエイク打ってくると、でマイティに、え、あれ何もせんと結構入る。てかこれアーチャーがアイスピでいかれちゃう。クエイク使ったよね。エリポン行けば頑張れるかな。さあクエイクロイグか、渋っ。だいぶ嫌ですけど、もしかしたら相性いいもしかしたら相性いいかもしんないと思って戦うしかない。アチャ食いが嫌っすね。俺はどう考えてもクエイクの方が嫌かな。さあクエイク来る。まあこんなのいいんですよ。てかえマジでさ、エリポン切るぞいやこんだけ早いぞ回転が。アチャゴブスピスピーで、はい、スピスピーで回せる。いやこれ今クロスだったかな。まあエリポンでもええやろ、別変わらんやろ。まあ潜るよねと。ここにクエイク打ってほしいな。いや強い、いや入っていく。あれマジ、もしかして相性いいかもしれないもしかして、あーそのアチャ食い強い。やいしょい、嘘だな。うー吐きそう。相手も持ってる。エリポンもう一回置いて、回転マジで速いな M してるずっと。いやでもちょっといいやだいぶド M してるけど、突破できそうぜ。うお、来た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 、勝てるぞ。マジか、本気でこれ勝ってしまうと本気で嫌われるこのデッキは。これもあと守って、
これ相手やったくない？とかせ。おい。さデリバリーだと陸が間に合わない。え、やばすぎ。やばいです。キモいです。エリポンクロスですこれが。まさかのクエイクロイグに勝てていく。いや相性良さそうだったな。いやマジでやばいこれ。ガチやばいぞ。冷静に考えてみ、負けるのなんだってなったら、まあ、クエイク系なんですけど、さあまず勝ててしまった、勝ててしまった。いやエリポン楽しくなってきそうだなこれ。エリポン来てえな、とりあえずザップエリポン来まくってこれで実質初手エリポンでさえ1コスで回しまくればね、さあなんとかなる。ザップにラバルみたいな感じ、ラバル毎週さそうだな。ザップ使ったのは熱くね。でもマイティめっちゃ強いぞこれ。あやめてやめて、いやめっちゃ綺麗な穴埋めされた。いてー、しかもこれディガーまであるやつやん。ジャイプリか、ちょっとシビーな。マイティ潜ればよかったっすね。いてー、ダメージ受けてしまう。いやエリポン来たいんですけど、これ右サイドの奥の矢なんでね。え、男の教養、エレキがあるからか。ああそうっすね、なんか余裕な感じで受けてくるっすね。でもディガー使ったよな、俺は見ている。はいエリポン、これ相性いいぞで次これでジャイをマイティに縛いて、絶対きついぞ相手。まあ、ザップがあるか、まあ、確定でザップなんでゴブリンで突破していく。おい、さあダメージ稼ぐ。いやーでも形組まれちゃうとね、難しいところがあるっすよね。マジで本気、本気で耐える。お前はこっちだよ。え？もしかしてじゃないこれ。早くウッドすればよかった。勝ったっすね。相性良さげマンだった、もしかして。はい、きついね裏だね。さっきもここだったねあんた。2回目は通用しないぜ。うい、さあまさかジャイプリーリガヤ。じゃこれさどうなんだろう、エリポンってその矢の飴系の呪文にめっちゃ強いのけど、やっぱアチャゴブリンがねいかれちゃうじゃん。アチャゴブリンがね矢の飴打ったとか、まあ、矢に弱いわけアーチャーって。そうだから矢に弱いんだけどエリポンのおかげで頑張れるみたいなね、逆もあるよねさっきみたいな感じ。クエイク持ちにはエリポンは通用しないんだけど、逆にアーチャーとかが強いみたいなね。このエリポンとアーチャーのこの仕組みを、クエイク矢のみ来るとゲームオーバーですね。はい、そういうことです。一旦エリポン行ってから考えるか。でもマジで毎回初手エリポンにできるわ。1コスで回せるゴブリンと卑怯です。はい、なんかちょっと前にもツイッターで話題になってましたね、初手エリポンがどうやこうやって。はい、
まあ、矢波あるんだね、これは。マイティーバッカーまで。え、それやだ。え、潜れるん？え、今の潜れんど。フリーズで潜る瞬間が固められてたっすね。そんななんかラッキーみたいなことある？てかインドラフリーズ、バルーンかスケラか、どっちや。だいぶ変わってくる。スケラがいいな。スケラだったらもう 100-0 です。これ1コスでさ1コスで回してさ、もしかしてクロスた1本立てていいけど、いやーさすがにな、さすがにここのエリポンはキモいよな。ういやば。あ、てかバルーンだったな。バルーン俺を守ってからさ、バルーンなのかなみたいなヨタ触れんじゃねえよ。え、やべえ、何これバグ、俺が下手なだけ、やばすぎやばすぎるやろ。あんまりせんやろこんなミス。クロスからのさエリポンでキング起動狙い、橋前ランバル今かぶると思ったな。かぶんないな。まあユニットで攻めてくるんですね。まあでもこれが神相性ってやつですよね、マジで。ぶっちゃけまあ負け筋はね、おしまい。まあエリポンあるしな。だいぶ相手控えめだな。エリポン2個、じゃあクロス2個置いとけんじゃね。やってみる。まあ記念にやってみようぜ。守れるか。いいやんいいやん。マジ。低すぎる、知ってること。まあ、ここのフリーズっすよね。はい、見てました。ウッド圏内です。おめでとうございます。うい。キモすぎる。ガチでやべえな、こんデッキ。しかも、強えわ。思ってたよりも強えわ。ゴブアチャね。スピスピ。ああ、これ、いいな。いいデッキ見っけ。強いしネチネチしてるし。いやーこれめっちゃおもろいぞこれ。まあエリポン置いときゃええかんな。エリポンがなん、うおーネクストにある。まあこの辺だけで強い。はい、適当に流して初手リップはマジかよ。左後ろに置けばよかったじゃん。守れるかな、悩ましい。マジでマイティ次第。全然止まったわ。お前エリポンに行くやつやりすぎ。これクロスでチャッチャ折って、その後マイティとあの引きこもりで、得意の引きこもりで守ろうぜ。ケツゴレドッカーン、クロスボウガムシが見える。お、待ってきた。逆サイクロスゴレ、あー同サイ、同サイだとこれなお美味しいよな。
マジ強くねこれ。ここでエリポンケルス2だ。これこれやべえぞマジ。環境ヤナメ強いんで逆にそれを枯れるっすね。しかもこれゴーレム回んないんで、まあ何が出てくるんだろう、まあ、何か来ます。ちゃっかり延命していく。え、いやでもいいね。でここでもう一回エリポン置いちゃうんだよね。性格悪いからさ。でしっかり防衛しちゃう。おお、でもう一回エリポンちゃうんだよね。性格悪いからさ。やべえな、おもろすぎ。でマイティアイスピで溶かす。マジでごめん、クラロワやめんなよお前、こんな楽しいゲーム。でマイティで潜って、はい、でエリババで頑張っていきたいよね、そろそろ。そうですよね。まあでもそんなエリババもアドでしかない。旅してもらってね。いやでも悪いしかないよな、やっばこれ。天国と地獄、これがガチ強えぞ。いやマジで強いわ、気持ちいい。さあ何投げ負けっかな。相手枯渇っぽいね。枯渇枯渇はなんかだいぶしばけそうだけどな。あーゴルナイ、エレジャイドリーム気をつけたいね。アーチャーもゴブリンもね、ちょっとエレジャイのこのゴルナイがね、事故るとワンパンされちゃいます。さあファイスピとかでも削っていく。あイグそういう感じね、最近のクラロワって。すぎん、あんま言えないけど、走ろうとしとるやんその状況で。贅沢もやばくね、結構びっくりしてます今の。あー3しか、結構びっくりじゃないですか今の攻め、あんま見ないんだよな。マジ端前4枚ぐらいね。耐えれるかな、まあ耐えよう。耐えれるかどうかじゃない、耐える、気持ちの問題。いや問題はお互いリポンを受けてしまうことがね、俺はそんなメリットじゃないんだよな。クロス刺さんなくなっちゃうな。あ耐えて耐えて耐えて、最後時が来たら行くか。これリポン危ないっすよね。そうっすね、来ちゃうっすね。こういうの行ってみたらきつくないかな。いやこれゴルナイがな強すぎるんだよな、走っちゃうから。やばいこの一発、やばいこの数発で負ける。いやタイブレイクで勝たないといけない、守って逆まであったか。いやいや、でゴルナイがまあアーチャーに走る。お、あーマジで走って終わるわ。強いってあんた、あんた
ていうかゴルナイか、こうなんかこういう高回転のゴルナイやっ、まあ、一旦攻める、チュチュチュン、いや今延命できそうだったな。なあこれだけで終わってしまう。さあどうする、ウッドで今からさ削り切れる、どっちかな。いやでも突破するしかねえな俺は。ゴルナイイリババで耐えられるか、撃つんな、やめてなあ、終わる絶対突破できないんだけどこれ。いやー下手か、ちょっと待ってよ、一回ドックで本気出せばいけそうなんだけど、三重視がきついっすね普通に。まあゴルナイか三重視というか、まだ男はやっぱ勝ちに行かなきゃいけない。うん、無理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 、エリポンエリポンエリポンで勝つものはね、エリポンに負けます。すげえドヤ顔されてる。なるほどね。はい、ゴルナイのタルエリポンクロスがきついと。まあ全てがきつそうでしたね。はい。さあ、さっきやられた分のエリポンをさらに置いていこうかな。今回は中毒者そのみにさんよろしく。待ってっか。さあ適当に1コス割いて1コス割いて1コス割いて。まあゴブリン咲くの渋いけど、これで初手エリポンです。はい、あーでタルボンバーだとゴーレムの可能性じゃん、エリジャイの可能性高くて、エリジャイには前にエリポンいた方がいいです。はい、これでエリジャイの防衛もできるんで、一応防衛しつつ蓄えていく。まあライト打たれるってもね、別にタワーにダメージ受けるの変わんないんで。え、これだいぶ美味しいぞ。無料エリポン受けてる今。で、1コスで、この間回して、え、めっちゃ美味しいぞ。これでだってライトで食ってきたら、引きって、終わるくない？エリシャに間に合うかな？うい。さ、逆とかはマジでどうでもよくて、トルネで、あーそのトルネうまいな。わマジで俺マイティ今さ移動しなきゃゴブリンでボッコボコまで見えた。なんで飛んだん、キング起動されると思っちゃったっすね。いや今の下手っぴでしたね。さあこれもエリポンパーチやパーチ1コスで圧を与えて、あーマジ攻撃幸せになれるなれるかもしれない。で文句、いやーエリポンが強えんだな。ライト打ったね、エリポン来ます。まあ問題は最後の削りがないんでタイブレイクで負けちゃう可能性があるってやつですね。思ったより守れると、あと
ひっそりとね流してました、イチコスたち。そのダメージが入ってない。削る。さあチャンスはね掴んでいこう。まあここは仕方ない。お前強いって。まあ守ればぶっちゃけ勝ちだからな。攻めるけど。さあリポンも置いとこうぞ。これちょっと立ち悪いな。まあ勝つためにはね仕方ないことなのかもしれない。まあゴルネも一緒だしな正直やってること。さあこっちにエリジャイ咲くと相手のあれが間に合わないんで、負け筋はゴルナイピーポー。さあウッドで削って逃げ切れる。あーマジで、まあ、エリポンは若干ギャンブルみたいなところがあるんですけどね、やっぱ刺さると強いね。しかも少し前に強化されてからね、相性悪いのもまあほんとクエイクみたいなとこあるんで、それをこうクロスと補ってねカバーしていくと、はい5ミリッキー。というわけでクロスねめちゃめちゃ嫌いなんですけど、嫌いなんですけどちょっと強いですこちら。はい、ぜひね皆さんやってみてください。よくればチャンネル高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。